現館長はもともと鉱石探査の研究をしており、坑道遭難事件から生還した彼は坑道の中で中世の錬金術の古書を見つけたのです。この古書には見聞きしたことのない錬金術、極純水の錬成が記されていました。この極純水は非金属を貴金属に変えるだけでなく、賢者の石を生成する素材でもあるらしいのです。古書には極純水を入手する方法の記載がなく、唯一調合方法らしき絵が挟まれていました。古書に記載された知識や技術によって、彼はアゾット図書館の館長にまで昇進していました。それ以降、極純水の力による錬金の願望を叶えるために、彼は実験台で昼夜を問わず絵に描かれたように調合方法の実験を続けました。しかし結局、命尽きるまでその夢を実現することはできなかったのです。